どうもナムチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は新しいモンスター完成しました。使っていきましょう。これエルギオスですね。デバッファーの最強格ではないでしょうか。配合を何回か繰り返してここまで上げました。多分これでレベル100までするとカンストするんじゃないかな。おそらくね。おそらく。で、特性ですけどもこんな感じです。闇の波動、そして弱体化ブレイク大、魔力の風ですね。これがいい。弱体化ブレイク大。これがあるので闇の波動がめちゃくちゃ効くんですよね。とにかくデバフをばらまく嫌なモンスターになります。で、スキルですけども、次元竜と守備力アップ、稲妻ガードをとりあえずつけてみました。どうだろうね。まあまあ、とりあえずこれでレベル100まで上げてみます。それではレベル100完成しました。エルギオス S サイズ、L サイズ用意しました。でかいのとちっちゃいやつですね。で、ちっちゃい方が攻撃力カンストしませんでした。745。でも、L サイズの方は634でカンストしてるんですよ。なぜか S の方が攻撃力が高くなってカンストしない。何なんでしょうね。これはちょっとよくわかりませんけども。で、L サイズの方の特性ですけども、これが増えました。1から3回行動と、秘めたる力、そして全体攻撃。ですね。まあ、デバッファーなので、攻撃系はそんなにいらないのかな。そして、1から3っていうのがね、そんなに好きじゃないんですよね。これ1回の時も結構あるので、これならば確実に2回行動できた方が、俺はいいかなと思うんですよね。運が絡むのがちょっと好きではない。で、全体攻撃が、すごく気になったんですよ。全体攻撃。これもしもね、もしも、この爆裂剣が、全体攻撃になればめちゃくちゃ強くないですか ?4 回連続でダメージを与える技なんですけども、これがランダムに4人だけども、全体に4回ダメージだったら、これやばいですよね。まあ、とりあえずそれもちょっと試してみようと思います。はい。では、戦ってみましょう。それでは実際に戦ってみましょうか。一応、ゾーマを火力枠として連れてきてます。まあ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 。とりあえず、マヒアデドスで、いいか。で、エルギオスで、闇の波動だよね。これ、重ねがけできたっけ?できるよね、確かね。あ、そうか、こっちはない。こっちはない。ないけども、そうだ、爆裂剣見たかったんだ。爆裂剣で、全体攻撃になるとか、あ、いや、なんかならなそうだな。メラガイアは1体だよね。あ、いやいや、いや、全体攻撃のはずだよ。ちょっと待って、メラガイア、ちょっと一回撃ってみようか。いきます。マヒアデドス。これはもちろん強い。はいはい。おお、効くね。闇の波動。いいね。いや、これ、一体攻撃だぞ。全体攻撃になってないぞ。どういうことだ?ちょっと待って。全体攻撃じゃないんすか?おお、ちょっと待って。闇の波動を重ねがけできるかちょっとやってみよう。で、どういうこと?攻撃が、通常攻撃が全員ってことか。なるほどね。通常攻撃が全員、なるほど。それなら別にいらんな。おー、いいね。やっぱり重ね掛けできてそうね。なるほど。おお、3回攻撃になると強いけど、これ運だからね。はいはいはい。ちょっと爆裂剣ちょっとやってみよう。爆裂剣がどうなのか。ちょっとゾーマは防御しててもらって。
こっちは闇の波動をまた打っちゃえ。で、爆裂剣。どうだ、全員に行く？な、行かなそう。あ、行かないわ。行かないわ。通常攻撃が全体攻撃ね。それではもう一戦行きましょうか。で、MP がね、若干少ないかな。MP が。若干少ないから、まあ、対戦だったらいいよ。対戦だったらいいけど、こう道中で使っていこうと思うと、ちょっと連戦は厳しいですね。ちょっと連戦は厳しい。闇の波動も一発で60使っちゃうので、そうね。なかなか難しいところではありますね。まあまあ、全部全体攻撃か。守護スパークどれぐらいいく？多分300与えればいいぐらいじゃないですか。やっぱアタッカーとしてはどうなんだろう。あー、やっぱ耐性が問題か。耐性ね。あー、ゾーマはダメですね。だから闇の波動入ってないし、素早さが遅いんだね。ちょっと素早さがちょっと遅めなんでしょう。はい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 。防御力も上げてるのでダメージはね全然抑えれるんだけども、若干素早さが遅い。おお、結構これ能力値下げてるよね。そうね、アタッカーとしては若干微妙。微妙です。でもデバッファーとしてはもうほんと強いと思うんでいいんじゃないですか。絶対レードとか多分そんなダメージないだろうしね。やっぱこの闇の波動よ。闇の波動、あのオートで戦闘前にね打ってくれることもあるのですごく使いやすいな。対戦では結構いいと思います。ただし L サイズは良くないねL サイズはなんかいまいちのような気がします。 OK、 もう倒しちゃって、はい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 。それでは戻ってきました。今の戦闘でね、課題が見えた。完全に見えた。エルギオスは素早さが遅いんですよ。ゾーマが501で、まあそれでも早い方じゃないんですよ。401ですからね、エルギオス。こっちなんて363。すごく遅い。やっぱり、開幕で闇の波動を打って弱体化させたいので、素早さを上げるっていうのはちょっと必須になるかなと思います。素早さ4入れると、確か400上がるよね。素早さ800になると、だいぶいいんじゃないですか。なので、スキルは、次元竜と稲妻ガード。この二つは良かった。で、守備力アップを、素早さアップ4。それがベストかなと思います。良かった。で、L サイズなんだけども、あんまり良くないね。エルギオスは、もともと弱体化ブレイク台。これが強みなので、わざわざ L サイズにする必要はないかなと感じました。全体攻撃もそんなに強くない。なので、エルギオスは S サイズで使っていきましょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。